にちは、サーファーズの野呂海です。大原ひろとです、今日はですね、2015年度の、US オープン優勝した大原ひろと君にちょっとね、US オープンの時の話と裏話をちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ほんま、なんか久しぶりっすね。確かに会うの久しぶりで、なんかたまに海では会って喋ったりするんだけど、なかなか海でも岸田であったり磯宮であったり結構バラバラなんで、まあ会わないこと多いんですけど、今日会いました。すいません、こちら見ててもらっていいですか？あ、すいません、こっちとこっちだよね。カメラ全然見てない。どっち向いたらいいか分からんから今日はね、ちょっとね、話聞いていこうかなと思います。はい、US オープンどうでした？US オープンは嬉しかったって。やっぱ緊張とか。緊張はまずさ、試合の時にさ、緊張とか、なんか緊張しない方が逆に嫌だ、嫌なタイプ。したい派。なんかしてないとちょっと自分がこうなんか落ち着かないというか、緊張する方がなんかこう挑戦的な気持ちになるというか。なるほど。なんかどんどん立ち上がってってさ、なんか続々感で、まあ続々感はあったかな。カノアにとやるとき、セミファイナルとかでクォーターファイナルでライアン・キャリナルに勝ったんですけど、その時になんか、わあ次セミファイナルじゃんって試合終わった後に言われて、それでちょっとこうだんだんなんか、あ、決勝に近づいてるなっていうのは実感してた。ぶっちゃけどの辺でちょっと俺これ優勝できんちゃうかなみたいな、どの辺で思う？いや、それはもう完全に俺セミファイナルの1ヒート目だったんだけど、2ヒート目でフィリップとターナー・ヘンドリクソンで、そこでターナー・ヘンドリクソンが勝った瞬間に俺も見てて思った。それまで俺そのヒート見てたし、試合終わってすぐ、うん、で、まあ、フィリップが勝つんだろうなって、まあ、もう優勝する準備もせず、なんかその当時音楽聴くのが自分の中で流行ってたんだけど、そういうのもしてなくて、で試合終わってばーと思って、女子のファイナルの人がこうお気に入る時にターナー勝ったみたいな感じになって、えっと思って、そこがヘッドホンだよって絶対優勝するだろって。いやー、あれはほんまにすごかった。超やばかった。やっぱりヒロトぐらいのレベルまで行っても緊張はするんですね。うん、いい緊張。でも本当にいい緊張はする。なんかじゃあヒロトからしていい緊張と悪い緊張の違いとかってあります？なんかまあ簡単に言える。それを思いすぎてしまったりとか、まあなんか自分がこうやってやろうって思う、例えばサーフィンとか試合でのサーフィンとかがなんかこうオーバーだと結構そういう緊張、なんだ、そういうことを考えすぎてると試合で絶対にいいようにならないから。なるほど。ですし、試合中にどんどんなんかマインドがこう良くなくなっていくっていうのがあるけど、だからまあ思いすぎずに、ただ試合に対して緊張するっていう気持ちだけあればまあ十分みたいな。なるほど。それぐらいしかまあ感情はない、試合の中は。深いですね。深いね。結構いろいろなんか試合出てて、海外とかやっぱ回ってる、帰りも多分分かると思うけど、まあ、海外もあっていろんな、なんか場所で試合出てると、いろんななんか、まあ人がたくさんいる試合だったりとか少なかったり、まあ、例えば大雨の試合だったりとかで、なんか気持ちがいろいろやっぱありながら試合出るから、あ、こういう気持ちを持ってると、なんかいいことが多いなっていう、なんかただそれだけで、基本的にはそういう緊張を持ってることが一番いいっていう。なるほど。たどり着いた。そういうことか。なんか回り続けた結果みたいな。そういうことか。長年吸ってた経験がようやくそういうので、まあ、ちょっとは生かされたみたいな。すげえ。そういうことか。え、試合とかナイフとかホテルとかなんか裏事情ないですか？ホテルの裏事情、でも今考えてみると、その当時、今は本当に試合前とか、まあ、試合中までぐらい、やっぱ食事とか気をつけてるから、そんななんかお菓子とか食べたりはなかったけど、全然その時は、実際、ホテルで海上がって帰ってきて、ポテトチップスこうやって食べて、パソコンいじりながら、それで普通に海入って、で夜も毎日試合期間中、1週間毎日焼肉食べに行って。あ、そうなんだ。そう、なんかまあ、一種のルーティンみたいな。そう、1回目が良かったから1回戦で、
じゃあもうそれをこう繰り返そうずっと繰り返さんとなって、そう。それで1週間焼肉食べてたりとか、今だったら例えばまあ試合中に焼肉食べるっていうのを次の日こう胃もたれするとか、まあそういうのを考えて絶対に食べることないだろうけど、その当時はでも実際そうやってやってた。なるほど。それはありました。やっぱりじゃああの試合の時でもルーティンみたいなのは大事にしてた。なんか良かったのか悪かったのか分かんないけど、ルーティーンなんかそうですね、してた。いいこの緊張感じゃないけど、そういうの出すために同じことするっていう。そうです、ね、あ、すごいな。そうなんや。なんか試合、じゃあなんかまたなんですけど、ちょっと試合終わった後の裏話とかないですか。試合や優勝した後の裏話ないですか。聞くねー。いや、それ聞くね。実際ね、どこまで行っていらっしゃるんだろうな。でもね、本当に多分みんなが望んでるようなこうパーティーしてとかとしてはなかったんですけど、まあね、まあ、その当時ハーレーのチームマネージャーと、ね、一緒に泊まってて、夜その試合終わってご飯食べに行って、まあそこも日本のなんか寿司屋みたいなとこでご飯食べて、でそしたらその オーナーの人がそれだったらでもこれでいい感じだなってなって、それでその場所に向かってる途中にそのチームマネージャーが出会って、いや今すぐ帰ってきてって言われて、そのまま歩いてホテルまで帰ってっていうのがだからみんなが想像してるようなことはなかったんですけど、ある意味ね、こうまあ何も逆にもう11時にはベッドに入って。あ、そうなんや。もう優勝噛み締めて、もう噛み、そうだね、もう噛み締めて。あの時はやばかった。なんかもう日本人多分みんな喜んで、喜んだと思う、喜んだすごいみたいな。またあれがやっぱり日本のサーフィン界のレベルの底上げにもなったと思うし、絶対、うん、めっちゃ俺らからもありがたいなと思うし、あとはもうあれですね、伝説のインタビュー。伝説のインタビュー。More importantly, what are you going to do with $100,000? Are you going to spend it right away? I just want to say, trying to get a driver license and then get some cars. あれは逆にでも日本人の人はあれがこうどういう風に面白かったのかとか分かっなかった人もいるだろうね。逆に外人だとニュアンスがとか喋り方がとかそういうのがやっぱり面白いって。だってね、ヒロとめっちゃあの時発音とめっちゃ良かったし、だからなんかいやでもまあ言い方間違えたっちゃ、まあ、今一ね、まあ一応車1台欲しいっていうことを言いたかったんだけど、でもストークしすぎて、そうそう、嬉しすぎて、そうでもなっちゃったみたいな。だからそういうのが、ね、多分本当に面白かったのかなっていう風に、あの US オープン優勝してこうまあそのね、その時当時インスタグラムめちゃめちゃインスタフォロー増やしたくて、で優勝してもう超増えていったんだけど、なんか思ったより1万人ぐらいまでしか増えなくて、うんうん、でああこんなもんかと思って次の日朝起きたらもう 1. 何万人、うん、もう超増えてて、そしたらその動画でまたバズったみたいな。あそう、あれやばかったもん。それになってあの時はマジ嬉しかった。何を言われてももう嬉しかった。インスタのフォローが増えたから。確かに確かに、うん、十分だった。あの時やばかったな。もうあの動画はもうバズりにバズってやばかったもん。インスタグラムフォローもあったんです。あ、貼っときます。あの概要欄にもあるからお願いします。いや、ここもこっちはいいです。俺ももうみんな見てるんですよ。まあそうですね、そんな感じだったよ。もっとなんか俺が思ったのは試合終わった後に、うん、もう超パーティーで、飲み散らかしたと飲み散らかしてもうわーみたいな、うん、もういろいろあったんかなと思ったけど、ね、でもやっぱりそっか、あのレベルの試合を優勝したら噛み締めるのが一番いい。いや、まあ、でもね、逆に今になってみてその時そのパーティーしなかったけど、当時1年ぐらいはもうめちゃめちゃ悔しかった。もう本当やりたく、もう本当念願の、しかもこんなでかい試合のみたいなのがあったから。あ、そっか。そう、でも、まあ、今思うと、まあ、あれでこう本当に喜んで寝たのも悪くなかったって思う。すごいね。裏話って言ったらそんなぐらいです。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごいな。じゃあね、この後。そっか、この後まだあるんですよ。今日ね、ナミも、ナミどんな感じやろ、多分ぐちゃぐちゃで頭半ぐらいなんで、頑張りましょう。頑張りましょう。そんな感じで、もうちょいやっていくんで、お願いします。よろしくお願いします。あ、話ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、パラソル、クラブハウスさんに場所を借りて、
撮影させてもらってます。ご飯もめっちゃ美味しくて、ハンバーガーとかいろいろあるんで、ジュースも最高です。ぜひ来てみてください。あ、住所貼っとくんで概要欄にもあります。ぜひ来てみてください。寒い中、ありがとうございます。ありがとうございました。ウィー取れるかと思ったんです。もうやばかったです。ヘッドキャブつけて。上がってからね。やばかったっす。でも、まあ、ちょこちょこできて、ね、そんな感じっす。以上で、終わっていこうかなと思います。はい、貴重な話と、サーフィンありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。次回は、はい、チャンネル登録と、高評価と、コメントよろしくお願いします。あと、YouTube やってるよ、ね、はい、大原ひろとチャンネルでやってるんで、ここにあるんで、ここに見てください。ここサーバーズより注目してください。概要欄の一番下に貼ってくる貼ってくんで、ぜひ見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ではまた。キャリーです。